うん、それ俺の分。はい、サンキューです。よいしょ、これしょ、どっこいしょ。じゃあ、小関君、気合い入れて進行を進めてくださいって言うんだけど、しっかり声を出して。今日出ないけど。出すんだよ。でも電話では割と声です。ね、乗り越えた君が。あとこれだ。すぐなってますよね。iPad。なってます。なってます。うん、うわぁ、綺麗。ニンブルハウスさんのインスタ。大丈夫？なんか曲がった。なんか曲がってないのか。ちょっと待って、曲がってないか。綺麗になってるな。うちだけだな。でもなんかね、何が正解なのか分かんなくなってきた。どうですか？分かんない。ごめんなさい。曲がってるか。一緒に進めてください。いつも斜めてね。ここのちょっと斜めて。なんか斜めて。斜めてる。ちょっと出てみてください。ちょっとここがね、あ、違う。ちょっとなんで出てる。あ、出てる。ここが水平になるか。いつもありがとうございます。ありがとうございます。なんか水平になりました。ピンク。流れなかった。はい。水平になってます？あ、まっすぐじゃないでしょうか。なんか水平の感じがわかんないけど、こんな感じじゃない？わかんない。あのセンターテーブルの上は合ってるね。もうちょいこういう風になったのかって、いつもなってます。いつも斜めになってる。ね、今日正しく横だよ。正しく横、あ、よかった。この正しい横がいいのかどうか。え、いいんですか？いつもの斜めに慣れちゃってるから。はい。はい、じゃあもうちょっと寄さってください、くま、もっちーさん方面に10センチ。はい、ちょうどいいかな。すごい、キュキュになってる。ね。つまりが、なんかでも、え、ああ、そうか、タイムラグが多すぎんだ。あ、今クマが動いた。え、あ、バッチリまっすぐ立ってるね。まっすぐ立ってるね。まっすぐ立ってる。どんな感じ？ああ、僕はカメラ。カメラ。はい、これライブの画面じゃないから。ああ、そう、はい、あ、そうか。はい、行きます。はい。はい、皆様こんばんは。こんばんは。シマックインスタライブもチャンネルの時間です。今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日は23日、はい、クリスマスイブイブコーデということで。はい、イブイブよね。もう明日とかなんですけど、はい、クリスマスのコーディネートをさせていただきます。はい、軽い感じのね。ギョギョしく、はい、あ、どっちなんでしょうか。軽い感じの、あ、軽い感じ、はい、はい、はい、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、もうそのまんまの普段着をちょっとだけクリスマスバージョンにしちゃってみましたみたいな。そうですね、なんか気持ちの部分によるところが大きいんですけど、か何かがあればいいのね。そうそう、気持ちです。気持ち、ちょっとキラッと光ったりとか、キラキラ、うん、なんか色があればいいかなって、うん、あ、軽いね、軽い感じの、はい、はい、なので、はい、ちょっと白っぽい感じにしてみたんですけどもうそれだけでクリスマス気分ね。それだけでクリスマス気分。あ、言わないの。でもほら、久々にじゃら漬けもしてますよ。じゃら漬けもしてますし。あ、もう完全にクリスマスじゃん。はい、うん、そうですよ。はい、で、カーゴパンツの白に、うん、ブラウンのレースアップのブーツを合わせています。はい、ブラウンでも黒でもこの感じだったらどちらでも大丈夫なんですけど、うんうんうん、まあ、今日はちょっとブラウンにしてみました。うん、はい、そしてこのフォックスファーのベストがここ何日間か急にまたざわつき始めて、お客様ね、はい、何かワンピースの上にね、はい、羽織りたいとか、はい、急遽お求めになる方が2人ほどいらっしゃったので、うん、そうですよね。あ、タイムリーなのかな、うん、そんな感じですよね。
なんかお食事とかお出かけの時に、はい、お手持ちのワンピースの上に寒いからっていうことで、うん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 、ワンピースにそのままコートだとちょっと寒いんじゃないか心配だっていうことで、うんうん、こちらのベストが、うん、あのちょっとまたここ最近動いてます、うん、ね、皆さん何気によく考えてらっしゃるよね。本当にすごく的確に考えてらっしゃるので、うん、ちょっとだけちょっとだけ売り場的に忘れてた感じがあるよね。1ヶ月ちょ見慣れてるアイテムなので、そうそうそう、あれだったんですけど、うん、探しに来たお客様が見つけて、これちょっとこんな感じでって、うんうん、ああ確かに、確かにみたいな、やばくないみたいな、ちょうどいいですね、はい、みたいな感じ、はい、ジョーカーでも今ちょっと反応いただいてるアイテムですね。あ、そうなんですね。そうなんだ、やっぱりね、うん、ダウントップ試着とか多かったりしますね、うん、これ、うん、はい。でこちらはオフホワイトのリブに、こちらの、前面がフォックスファーのベストに、はい、後ろがニットのベストを羽織っています、はい、でもこれだけで本当に素敵なので、うんうん、お、出た、それがあるともうやっぱりキレッキレになるよね。はい、ハットがすごくご好評いただいておりまして、うんうん、着々と少なくなっておりますので、はい、皆様ぜひお早めに、うん、あらちょっといいじゃない、それにちょっとこう、ね、なんかお花かなんか脇に抱えてカジュアルなクリスマスみたいなね、おしゃれですね、うん、いいじゃん。ちょっとイメージが、俺ってどうしてもワクワクしてくるんだよね、湧いちゃうのよ。あ、ねえ、うん、言われてるそばからまだイメージがつかない。花束抱えんのよ。あ、ねえ、クリスマスイブ JR 東海が来るような感じで、で JR 東海なんですか、うん、通り過ぎちゃうの。通り過ぎちゃうの、うん、今更ながらクリスマスイブがかかるのよ。JR 東海でどこ行こう、うん、うん、駅構内でほっとかれる、ほっとかれる、乗り遅れ、そうそう、乗れない人みたいな、お 花束持ってんのに彼はそのまま通り過ぎてはい、失礼しました。はい、こんな感じ。本当になんか本当に普段着に、うん、着られるアイテムなんですけど、うん、なんとなくおしゃれ着になります、うん、で、本当にいい感じ、なんかすごい、やっぱりハット効いてますけどね。そうそう、効いてる効いてる、はい、で、うん、はい、で、この上に着るジャケットがあります、うんうんうん、これおったまげびっくりよね、はい、こちら本邦初公開です、うん、こちらです。これが、フェイクファーのムートン調の、うん、ジャケットになります、うん、ショート丈のジャケットです、うん、こちらを羽織ってみます。可愛いんですよね、これ、うんうん、これはちょっと皆さんをね、驚かしてやろうってやつですね。こんな感じで、うん、すごい可愛くて形も綺麗な、はい、ショート丈のジャケットがあります、うんうん、あ、ホワイトご紹介させていただいてなかったんですかね、うん、すいませんでした、はいはい、キャメルとホワイトの2色になります、うん、あれ、それってこっから見てるともしかして裏も着れるの？これ実はリバーシブルになってます。びっくり。こちらがムートン調の生地に、はい、あら、近藤さんのベストに似てますよね。ほら、あれ、はあ、英子さん、高いやつ、あ、高いやつっていうか、ジョッパーズと、うん、黒と白あるんだね、うん、そうですね、うん、この生地の使い方が確かにおっしゃる通りです。 で、はい、でここがファーになってて、ムートン調になってて、ボアになってファーになってるっていう切り替えのジャケットになります、はいはい。これはなんかこう白なんですけど、うん、なんか独特な白、うん、そうミルキーなホワイトというか、なんでこれは後ほど皆さんびっくりするよね、はい、今更ながらみんなびっくりしてる、はい、こんな感じでさらっと羽織ってめちゃくちゃ可愛いです、はい、うん、クリスマスなんだけどさ、バッグはどうすんの？あ、バッグ急に降りました、はい、この色でバッグイブイブよ。そうですね。うん。どうかな。ああ、でもどのぐらいでも可愛いかも。あ、いい感じなのに。なのに。新幹線は止まらず過ぎていく。
寂しげに山下達郎ももうクリスマスイブの歌も終わったのかって思う。はい、はい、こんな感じで。あ、素敵素敵、かわいいですね、うん、はい、あ、ちょっといいじゃない。いいですよね、うん、おしゃれですね。で、このジャケットはリバーシブルで着ることができます、うんうん、リバーシブルで着るとだいたいイマイチなんだけど。リバーシブルはもう全面がこういうファーになっております、はい、うん、本当にクオリティが高いので、ね、これちょっとびっくり、はい、わけわからんってやつね。本当ですよ。値段の理由を深く追求しないでください。きっとこれはね、わけがあります。うん、こんな感じで。あ、その感じもいいね。あ、本当ですか。うん、個人的にはなんかこっちが好き。あ、なんかこのファーの毛並みもすごい気持ちが良くて、フェイクファーなんですけど、本当に、うん、本当に気持ちがいいんですよ。はい。うん、で毛足が綺麗に長くないんですけど、すごくこう毛並みが上品で、うん、本当におすすめです。コトキが食いついてる。そうですね、初めて見た感じですよね。一本で一本で入れ食い、入れ食いで針、餌もついてないのにもう針に自分から食いついてきた。自分から来た、うん、何かしら何かしらですよね。これはお色違いでキャメルがございます。暖かですか。暖かいです、うん、でもまあ普通に言うとほどほどだよね。はい、だってすごいコートいっぱい買っていただいてるから。あ、そうですね。例えばキューティーのダウンとかこの間のあのファーのコートのあれとかじゃなくて、やっぱりフェイクファーなので、うん、あのそれなりなんですけど、ね、防寒っていう、うんうん、感じよりはちょっと違うかもしれないです、はい、こちらがお色違いのキャメルになります。デザインがすごくいいんだよね、素材感とね、はい、こちらがこういった感じになります。おしゃれを遊ぶ、2、3時間遊ぶとかね、半日遊ぶぐらい時間帯でね、はい、そんな感じでいいのかなと思う。そうですね、この色もいい色、ちょっと着てみて、はい、趣旨と変わってくるけど。これ2色だけだっけ。はい、でも風通さない感じなのでこの着方だと高いですよ、ね、うん、おそらくね。でもまだやっぱり風っぽいね。あ、その感じも素敵。あ、いい色ですね、うん、あ、すごくいい色。あ、ちょっとさ、はい、あの花束であれじゃないんだけど、なんとなくね、はい、大きくさ、はい、赤いリボンかなんかで結んだ、はい、ちょっと大きい花束かなんか持ってたらおしゃれだな。おしゃれです、うんうん、そこに自分が主人公になるかどうかわかんないけど、なれるかどうかわかんないんですか、うん、客観的におしゃれじゃない。あ、客観的にはめっちゃおしゃれです、うん、はい、うん、すごい素敵。はい、はい、終わり？終わり。終わり。いやでもおしゃれ、おしゃれ。おしゃれですね。うん、すげえ、すごいおしゃれ。ね、本当にいい色で大変おすすめなジャケットになります。うん、これきっとすごいわ。皆さん取り合いになると思う。うん、でも2、3枚しかないよね。そうですね。はい、何枚あるっけ？この1枚ずつ。1号。4枚なので、うん、うん、横4枚。はい、白2枚。2112111なんか22です。白にこのブラキャメルにね、はい、はい、です、うん、お伝えください。これをちょっと皆さん今日見ていただいてラッキーって思う方何人もいらっしゃると思う。はい、すごい可愛くて本当にすすびっくりした。これはね、普段現物ピックアップ行かないモッチーさんがこのメーカーブランドに行って1時間ほどサルベージした結果です。いいのがあったと思います。はい、ほんとすごいよね、よく探してくるよね、うん、で全く違うんですけど、このパーを着たコーディネートに、うん、このホッシーのジャケットも羽織ってみたいと思います。少しゴージャス感出ますね。そうですよね、うん、ほら素敵。ちょっとお靴が ブラウンなんですけど、いいじゃない、グレーにブラウンは綺麗に黒でもバッチリ、ブラウンでもブラウンの方が中和するかな。あ、素敵、帽子の色、帽子は、うん、帽子とジャケットと中の毛皮、はい、ベスト全体のね、トップスの、うん、大丈夫大丈夫、
こんな感じで、はい、ツイードのジャケットを羽織ったスタイルもすごいかっこいいです。うん、いい、いい。このベストがすごく、なんかこう、あったかみをプラスしてくれるので、すごくいい感じだと思います。おしゃれ。おしゃれですね。うん、ちょっとできる人みたいよ。あ、本当ですか、まるで、うんうん。はい、こんな感じになります。あの人が来たらみんなちょっとちゃんとしてよ。なんだっけ、編集じゃないや。いろんな意見書を雑誌に連載してるうるさ型の人だから、おしゃれにうるさいのに、はい、そう、テーブルの端っこまできれいに拭いとかないと、いい記事書いてもらえないわよ。そんな感じの、はい、ライターみたい、書きませんよみたいな、うん、おしゃれな、はい、こと気に進めてって言って俺がずっと喋ってるいつもと一緒です。あ、いやいやいや、こんな感じでもう華やかなクリスマスぽい感じになるかなと思います。どうですか？え？どうですかって一番クリスマスっぽいですか？あ、でもね、やっぱりそのパールが効くんですかね、うん。なんか全体の感じが良いんじゃないでしょうかね。いいですか？あのパールが、うん、効いてるよね、うん。それはね、かなり効いてる。ないとなんかペタってなって、はいはい、今この状態で、あ、軽くジャケット、軽くショートコート羽織って万全、そんな感じです。はい、と思います。じゃあお値段いきますね、うん、襟元が華やかでクリスマスコーデです。ヨッキーさん、いつもですよ、ね、うん、素敵なコメントいただいて、はい、本日もありがとうございました。ね、でもいいよね、この感じね、うん、今日寄ってくださったみたいで、そうなの、はい、ちょっと私お目にかかりなかった、うん、ありがとうございます、今日お立ち寄りいただいてありがとうございます。じゃあ行きます、うん、今日もだね、今日も、はい、こちらのリブのタートル、うん、こちらが 12,980円、はい、こちらのフォックスファーのベスト、はい、34,980円、はい、あのフォックスは本当然本物のフォックスです、はい、はい、ファーベストの使い方真似します。とんでもないです、こちらこそです。恐れ多いですね、もうファッショニスタのね、極み、うん、でカーゴパンツが 16,280円、うん、でこのホッシーのツイードジャケットが 75,900円、うん、はい、そしてそしてのこの皆さんちょっと驚く準備してくださいマジでびっくり、これね、かわいいですよね、本当にいい、本当にいいです、うん、ちょっとびっくらこっくらしてくださいよ。このリバーシブルの、うん、ファーのベスト、あ、はい、じゃないジャケット、うん、こちらが7なんとちょっとすごいよね、すごいですこちら貯めてこちらがはい、はい、16,500円になります。はい、うん、すごいよね、ジャケットのリバーシブルで、うん、だってめっちゃいいよね、ワンサイズのみです、うん、どうしたって感じだよね、どうしたって感じです、はい、本当におすすめです、はい、理由聞かれても分かりません、ね、よく探してきたって感じです、いや、よく本当に作られてるなって感じです、はい、本当におすすめ、なんかあの、あって楽しめるジャケットだと思います、はいはいはい、10月に上がってきたばっかりの新作であります、はい、です、こんな感じになります。いつもよりこのブランド本当わけわかんないんですよね、はい、値段本当に白くださいって、白のミニ丈探してました、あ、よかったです、ありがとうございます、これいいです、うん、白あともう1点はありますので、はい、そうですね、あとそう、白もう1点とキャメルももう1回見せてください、キャメルもめっちゃいいよこれ、こちらです、キャメルはね、光沢があってね、色、なんか色もいいですよね、そう、いい色、色気もあるね、おしゃれ色、うん、すっごいおしゃれです、うん、どっちもデニムとかで合わせてもね、もう完璧にいいですね、はい、すごくおすすめです、はい、はい、そんな感じになりますね、あ、フォックスファーベストは自由が丘に黒がありますね、と黒があります、うん、あと、はい、
一号店は？あ、同じチャコールグレーと黒がいい。黒ね、はい。はい。じゃああとこのチャコールグレーが1枚と黒が2枚ですね、フォックスベストね。コールグレーが2枚と黒が2枚です、ね、はい、明日も行かなきゃって、ヨップさん嬉しいね。あなんかコメントがね、ぜひぜひぜひ、言葉が優しいの、ね、可愛いのも本当にそのまんまの方、そう、はい、そんな感じです、うん、実物見たかったですって。これ自由が丘なかったんですよね、ジャケットね。あ、自由が丘のお客様、そうなんですよ。誰？え、北野さん。あ、ええ、いこさんのベストはまだあったら一緒にくださいって。あ、ありがとうございます。ね、白、白だよね。ガオカは白、白か。黒は売れたんだよね。白いパンツがお持ちなので。あ、そうだ、完璧だ、うん、はい、こちらですね。これ本当にかっこいいですよね、はいはい、おしゃれです。じゃあ一緒にお送りさせていただきます、はい、ありがとうございます。これかっこいいもんね、はい、本当にこれかっこいい、うんうん、はい、はい、そんな感じです。ひとみさんのコメント俺に入ってこないの？あ、ほんとだ、こっちには入ってる。あ、そう、そうそう。じゃあ次、はい、はい、次行きましょう。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、あの軽いクリスマス、なんか大人な女を。あ、そうですか、はい、ティーラベントのワンピースに、はい、うん、一応ちょっと赤のアルパカのニット、はい、合わせて着てみました。ポインセチャーな女ね。あ、そうそうそう、12月って感じしますね、はい、そう、こういうアルパカのハイネックの方、うん、折り返してとか長くない方のタートルで、あのいい渋い色だったので、ちょっとまあこの辺のお色と合うかな、うん、でワンピースは千鳥とかチェックがもう入ってるんですけど、うん、ここに赤のラインが入ってるので、一応それで寒々しくないように1枚入れてここを少し開けてみました。でワンピースは全部前ボタンになってるので、あの羽織としてもあの着られるような作りになっています。一応ポケットがここと、あとちゃんとここにも、うん、でコートワンピースにもなるね、うん、そうですね、はい、はい、で、まあ、生地もそこそこの厚手なので、うん、はい、あとはここがちょっとテレコの素材を使ってるっていうので、うん、ちょっと異素材が入ってますね。あとはベルトが表がチェックで裏が赤っていう感じなので、ちょっと結んで差し色で見せてもいいかなっていう感じです、うん、なんか光沢綺麗ですね。うん、光沢そう綺麗です。で、まあ、袖口からピピッとちょっと赤いの出してぐらいで、はい、ワンピースはこんな感じ。ここだ。ちょっとタイツがタイツがちょっと茶なんですけど、うん、ここに結構大胆にスリットが入ってるのもポイントです。やっぱ羽織とかにした時にもこれがあるとちょっといいですよね。両側に入ってます。それでこれの上何着ようかなと思った時に、最初モカのライダースのイメージだったし、ちょっとこっち見当たらなかったんで急遽黒にしました。でこのライダースだとちょっとワンピース1枚だと心もとないんで、中にこの赤をちょっと仕込んだっていう感じですね。もうシンプルにこれだけでいいかな、うん、よいしょ。私はクリスマスでもポインセチャーの赤があれば、あ、そうそうそう、ちょっとポイントに気持ちが重なるのよ。赤が入るといいかなと思って、うんうん、はい、一応こんな感じになったら、まあクリスマスって言ってもちょっとなんかあんまりゴリゴリの色なのもあれかなと思って、ちょっとポイントに赤を入れるっていうことを今回のこのコーディネートでは考えてきてみました。うん、熊もこれで黒の、あ、そうか、ないのか、ここは。そう、帽子、そう、持ってくればよかったと思って。持ってくればよかったのに。そう。ないって知らなくて。グレーでいいと、とりあえず。グレー。うん、そうだ、そうだ。グレー。あ、グレー借りしよう。黒持ってきてたらもうそれで上がるよね。ないって知らなくて。気がついたんだけど、ハットってクリスマスになるね。
なんとなくよ、うん、そうですか、うん、これで、うん、あのちっちゃいのも、うん、大きいのもイチゴってあります、うん、まだ、うん、はい、うん、そうだから、うん、こうなるとちょっとあの盛り上がる帽子があることで、うん、あとなんか感じがやっぱり違いますね、うん、少しおしゃれな感じに、うん、なるかな。皆さんハットはね、もうほんとぜひぜひあの手に持つぐらいの感じぐらいでいいから、この冬から来年、アクセサリーとして、うん、そうそう、アクセスします。これファッションおしゃれよ、ね、いいですね、うん、そう、なんか感じがガラッと変わります。うんうん、温かみものあるっていうか、そうそうそう、はい、だよね、ですね、うん、はい、気分が変わるって大事、うん、あ、今日もいろいろありがとうございました。くまちゃん、差し色でバッチリ決まってます。あ、嬉しいです。うん。ソガマさんです。うん、はい、今日ね、いろいろありがとうございました。あとで、あれ、ニット着てみる。はい、この時期、やはり赤が少し入るとテンション上がりますよね。です。うん、赤入るといいですね。ね、本当に。はい、はい、これポインセチア、クマです。あ、そうそうそう、個体で写真撮ってきたポインセチアを、はい、なんかすごい今、よぎりました。うん、なんでちょっとさらっとしてますけど、うん、じゃあこれで私は 1着目終わりなので、はい、お値段ですが、はい、羊革のライダースのジャケットが61,600円、はい、でティーラーベントの、はい、あのコートワンピース、はい、前が全部開きますね、はい、でスリットも入ってます、はい、こちらが49,500円、はい、でフルッティフルッタ の、はい、あのベビーアルパカのハイネックのニットが23,100円になります、はい、というわけで、ね、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。高松ちゃん、今考える人のポーズで出てきたから。考える。はい。こんばんは。私もちょっとクリスマス意識で、はい、ちょっとあのあからさますぎないクリスマスコーデということで、うん、ちょっとあのこの時期のブラウスも、うん、あの華やかになっていいかなと思って。うん、ちょっとゴールドが、うん、生地に光沢があって、うん、ゴールドっぽい色が入っているので、うんうん、ちょっと今時期ちょっといいかなと思い、うん、このコーディネートになりました。ブラウス1枚でね、もうそのそうですね、雰囲気にスッと入れるよね、気分がね、はいはい、もう着流すだけで、はい、ちょっとこう、うん、楽しい気持ちになるので、うん、ブラウスすごくおすすめです、うん、でこの時期余計このブラウスの持つこう光沢もひっくるめて、うん、そう、すごいやっぱりこの生地の光沢と、うん、あとこのお袖のちょっとこうたっぷり感と、うんうん、ちょっと贅沢な気持ちになるんじゃないかなと思います、はい、出過ぎない華やかさみたいなのがあるね。そうですね、うん、ちょっと控えめなの、うんうんうん、さて、そのままじゃ寒いぞちょっとここに、はい、コートでちょっとあったかみをプラスしていきたいと思います、はいはい、今時期のブラウス非常に魅力的ですね、うん、ね、うん、本当にそう思う。間違いないね、それね、間違いない合わせですね、はい、そうそう、間違いない合わせ、間違いない、この包帯のゴージャスなボリュームと、うん、首元のね、毛皮のね、うん、厚みもね、はい、もう間違いない組み合わせ、うん、あ、でも高松ちゃん、風吹いたらそれでもちょっと寒いんじゃな い, いご両親心配するわよあなたワクワクとってその感じで盛り上がるのいいんだけど、風邪ひかれちゃ困るんだけど大丈夫かな。ちょっともうプラスは あるんですね、はい、マイクヘアスタイルお似合い、ね、ありがとうございます。ね、よく似合いますよね、昨日バッサリ切ってね、昨日なんです、うん、ありがとうございますそう、もう瞬間的に、あ、いいじゃん、うん、いい感じ、ウクライナ美人があそこに立ってきれい、今度はコートを白に変えてみました、うん、もうだん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 完璧クリスマスモードになってきましたね。冬の白って本当にいいですよ ね、うん、ね、もうちょっと ぬくもりがプラスされて、うん、気持ちも高揚するっていうか、はいはい、そして明日と明後日のミニクリスマスパーティー、この感じで行っちゃうわけね感じで、うん、この感じで、はい、そして
先ほどのちょっとこの上に毛皮をオンしてみたいと思います、はいはい、で贅沢なティーラベットのカシミヤ 100% の、ベースの生地にブルーフォックス、綺麗に黒く染め上がったブルーフォックスが入ってますね。えバッサリ髪の毛いい感じですねって本当にいいですよね。あ、ありがとうございます、うん、より躍動的になってきたね。躍動的に、うん、ちょっとでもなんか気分変わるし着たいお洋服も変わってくるような、うんうん、ちょっとまた楽しい気分してます。あ、かっこいいじゃない、うん、バッチリや。あ、すごいなんか贅沢な気分になりますね、うん、はい、この辺がすごいボリュームあってあったかいですし、うんうん、やっぱり首周りが華やかだとすごいなんか、うん、ほんと贅沢な気持ちに、ね、はい、うんうん、ゴージャスな感じになったな、うんうん、ホリデーだな、なってなって、ホリデーだなっていう感じで、うんうん、あ、高松ちゃんもさ、これであのハットかぶってみません？黒がないのが申し訳ない黒欲しくなりますね。そのグレーのハットでいいんじゃない、うん、ほら、どうでしょう。おお、もう最高やな。ハットいいですよね、うん、バッチリ。いよいよシンコが喜ぶかな、ハットを追加するかなみたいなね欲しい欲しい、うんうん、あ、でもいいじゃない、かっこいい、一気にパーティーモードになってきた、パーティーっぽくなりますね、うん、良いじゃないですか、はい、あら、これであれだ、招待されても平気だ、あのなんだサントリーホールね、サントリーホール行けますね、うん、そう、出る側ですか、うん、そう、いや、ソプラノをそのままやってって言われそうじゃない、このままそう、ステージまで、うん、ちょっと高めちゃう、今から歌います、そう、バッチリお願いよって、うん、あ、それぐらい華やかですね、本当に、うん、もう素敵です、うん、はい、では、はい、あー、かっこいい大人の女性、高松ちゃんかっこいいね、ございます。いや、かっこいい、かっこいい、ありがとうございます。では、はい、オリジナルの、うん、こちらの5体ブラウス、はい、こちらが 27,500円、うん、で、マレーラのこちらの白のコート、うん、こちらが 141,900円、うん、そして、このティーラベントの毛皮が、はい、107,800円でございます。はい、戸釜さんがね、はい、そんじょそこらにはいない素敵な人って今日はありがたかったですよね。今日は本当にありがとうございました、うん、はい、そんな恐れ多いです。いやいやいや、かっこいい、かっこいい、めっちゃかっこいいよ。なんかこのカジュアルした感じに少しね、あのある種のゴージャスをまとって、うん、そうですね、うん、これが効いてますね。そうそう、力みが全く抜けたおしゃれな人、おしゃれにした、そんな感じです、うん、ありがとうございます、素敵です、はい、ありがとうございます。あら、なんかウクライナかロシアのコザックの方から出てきたアイドル崩れの女の子みたいよしかもコザック、うん、なんかめっちゃいいじゃん、はい、やっぱりクリスマス、うん、何回もご覧いただいてるものなんですけど、うん、やっぱりなんかこの寒くなってクリスマス時期に着たい服かなと思います、うん、ああ、いいじゃない、帽子まで、はい、ちょっと逆だったな、これで、ハットじゃなくて、あー、いいね、ハットじゃなくて、うんうん、はい、完璧です、はい、ちょうどブラウンのブーツも入ったので、はい、今まで割と黒いブーツで合わせてたんですけど、うん、ブラウンのブーツで合わせて、うん、今日はクリスマスコーデなんでネックレスしました、うんうん、あ、でも全然いいな、安易な感じで、安易でいいよ、はい、うん、本当にあの可愛いセミクチュールのニットの、うん、ニットと、うん、パンツは不白の方のパンツになります。このポッケの不白とパンツ の生地が一緒のものになってます、うん、いや、めっちゃリンコ、ステリンコよ、袖の感じも本当素敵、うん、冬になるにつれてどんどん映える、うんうん、あの色ですね、うん、昨日来たほらあのね、モデルの女性マネージャーと一緒に来てくれたって言ったんじゃない、1号店の、はい、これえらい気に入ってたんだけど、はいはい、なんかマネージャーの人にちょっとみたいな感じされてた、彼女だとちょっと華やかすぎるみたいなね、もうちょい抑えた感じがいいみたいな、ちょっと可愛い感じ、そうそうそう、はい、うん、感じで、もう本当になんかこの時期より今までもいいんだけど、うん、より華やぐかなって思います、うん、いや、華やぐ、うん、
めっちゃ華やぐ。めっちゃなんかいいですよね、うん、時期が、うん、なんかそのままどっか行っちゃうみたいなそんな感じ。一人で、うん、どこから来たみたい、はい、あーどっかから来たみたい、うん、はい、あの遠くから来たっていうのじゃなくてこのライブのために来た。あ、本当ですか、うん、です。もっこもっちーな、そんな感じね。あもっちーななんかなんだか、はい、うん、はい、はい、でやっぱりこれに羽織りたいのはもう決まって、うんうんうん、いるのね、います、うん、そっちね。あやっぱりもうラスト、うん、唯一一点のこちらになります、うん、ね、なんかいやこれ本当に、ね、今改めてお見合いですよ、ね、本当にですよね、このニットのセットアップ、うん、なんかさ彫りとか顔立ちは全然違うんだけど、なんかウクライナのこの色じゃないですか、あのキュートな女優さんみたいよ。あ、本当ですか、うん、これ色じゃないですか、ね、色かな、色ですよ。あ、そうそう、錯覚です、うん、いや当たり前だけどお客様にもなんでまだあるのって言われる、このそれでもこれ2枚売れたんだよねって、うん、これはアメリカ人の、ね、アメリカ人っぽいすごい素敵なね、海外の方がナイスって彼がねプレゼントしてくれる。おしゃれですよね、うん、これプレゼントっていいですね、うん、かっこよかった、羨ましいってクマ言ってたね、はい、本当に素敵ですよね、はい、このうわいいね本当になんかラストね、はい、この時期さらに華やぐんじゃないかなって思います、うん、なんかいいね、今この時期にこの色を重ねるってね、なんか映えますよね、うん、映える映える、すごくよかよ、うん、なんかこう秋からなんか加速度的にどんどん良くなる感じだと思います、うんうん、ってた、うん、あ、おかげさまでありがとうございます。そうそう、柔道家の分は、ね、で、あのこちらはちなみになんですけど、はい、アンサンブルになるニットがありますので、はいはい、あのこちらカーディガンとでアンサンブルで着ることもできますし、はい、このニットのシリーズはあのブルーとこのブラウンと黒の3色あるので、あの無地のニットで合わせることもできます、うん、いやこのお家いいね、派手じゃないもんね、派手じゃないよね、うん、なんかまとまるんですよ ね、 これね、すごい色が可愛いし、なんか、うん、あの尖ってる感じじゃないし、うん、すごく馴染む感じです、うんうん、あのこけしがウクライナ人形みたいになる、どんな人形ですか、うん、なんかこけててのほほんって言ってんじゃないかのほほんがなんかこう表情が出ます、そう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 、キリッキリッと、うん、いい感じです、はい、こんな感じです、はい、やっぱりおすすめです、うん、それと、うん、あとはやっぱり、うん、何回もご覧いただいておりますけど、いや、これはいいね、今更いいね、本当に今いいですよね、うん、やっぱりこれがブラウンのブーツも入ったので、うんうん、この、そうだね、それはもうパーフェクトね、これはもうなんかノベスト、これクマ、カウピーさんは何も言ってなかった、あこの年末にお見えになるのに、この色については何、派手じゃないです、気持ちもテンション上がるスペシャルニットジャケット、その通りですよね、本当に説得力か、説得力が違う、説得力があるよね、はい、あこの感じも可愛い、可愛いですね、うん、なんかさいい感じだよ、いい感じですよね、やっぱり時期もより盛り上がる感じですよね、うんうんうん、あったかさもリアルだし、うんうん、また敵を作ってしまいかねないけど、君がこんだけにゃんだからさもっこがこんだけにゃんだから、皆さんもっと似合います、もっと似合います、はい、はい、この、ピューテリーのロングのジレ、うん、本当におすすめです、めっちゃおしゃれだよね、これおしゃれのね、このスコーンと太く流れてる感じと、うん、このジレと合うのよね、うん、うん、です、本当にこれはいや良いね、うん、こんなジレなかなかないので、もし気に入っていただいてたら本当におすすめです、
これもこのサイズしかないんですけど、うん、昨日さ、そのマネージャーみたいな男の人がね、その彼女はい、あのよかったらあの使っていただいてもいいですよって言われたの。でもこういうの見ると黙りそうだね、マネージャーの方が、うん、あ、モデルさんで着て、あの綺麗っていうかスタイルが良くて綺麗なだけで、あの着てる服とかコーディネートがどうのって話じゃないじゃんって、こういうコーディネートを見せられていいね、あの、あ、大丈夫って言いそうだよねってこと。そうですよね、うん、ね、なかなか失礼しました。他にないです。他には絶対ないです。ないよ、はい、うん、うちにはあった。これは本当ないと思いますね、本当におすすめ、うん、なので、いや、しかしこの青が今一番綺麗に感じるね。もともと本当に綺麗なんですけど、早い時期から入ってきてたじゃない、うん、なんかこのね、今日のこの日に、うん、今日のこの日にあえて晴れの日かい今日のこの晴れの日に、はいはい、晴れの日により、はい、盛り上がるニットだと思います、うん、はい、ではお値段いきます、うん、本当におすすめです。いや、かっこいいよ、本当かっこいいですよね。こちらのニットが52,800円、はい、パンツが36,300円、うん、でこちらのニットジャケット、うん、こちらが93,500円、はい、ニットジャケットってダウン、あ、そっちね、はい、でこちらのロングのダウンジレが108,900円、はい、でお揃いのニットのお帽子が26,400円です、うんうん、そのニットの帽子さ、後悔してたの、なんでこんな高いの頂戴してたの、この色でみたいなそうそうそうでもやっぱいいよね。そうですね、うん、そう、正直ね、後悔してたの2件ともあるもん。お願いしますけど、3件あるか、これね、自由がかんないか、この厚みもあって、うん、編み地もすごく良くて、うん、またね、この色はないから、まあ、いいんですけど、色が確かに1店舗にしとけばよかったって、今回これは全店か、揃えなきゃとか言ってね、いやね、でもこうやって揃うといいですよ、ね、いい、やっぱりいいよ。でも、黒とかじゃなく、うん、この色のみっていうところが、うん、いや、だからいいじゃんと思ってね、交代したんだけど、はい、現状を振り返るに、あ、こういうのがやりすぎって言われるゆえんかなって。はい、じゃあ次参ります、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お、攻めてんな、クマも。いいぞいいぞ、攻めろ。ちょっと友達とかとね、はい、集まったりするので、はい、こういう感じの格好もいいかなって、はい、思いまして、はい、いい、うん、まあ、ちょっとまあ、クリスマスとはまあ、うん、あんま関係ないような着たい服ではありますけど、うん、はい、あのセミクチュールのダルメシアン柄のポンチョ風のニットです、はいはい、で部分部分のその黒のトリミングが効いてるのと、うん、ここはオフタートルになってます、はい、うん、ね、はい、そのクタって感じいいよね、うん、あと裾のところも黒がビシッと決まってますね、はい、で、あとはこれは最近入ってきた、うん、あのスパッツ、うん、スパッツじゃないんだね、スパッツ何、パンツ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 、うんうん、で、レギースパンツ、何、いや、何パンツ、パンツだよ、パンツか、うんうん、いいのか、うん、ピタッとしたパンツです、うん、あのここのファスナーが効いてます。で、うん、後ろちょっとここがゴムになってますね、うん、で恐るべきは5号のクマの下半身にもパッツルだよね。あと下は結構ある、いい、あ、ある方なので、うん、ああ、そういうこと、そう、うん、ももとかはある方、うん、で、これには、あ、ありがとうございます、グリーンのジャケット合わせたインスタ素敵でしたって、ね、あ、ありがとうございます、そうそう、すごいね。で、まあ、これにはこういう、はい、うん、ちっちゃいバッグを持ち、うん、ムートンのミニバッグ、ショルダーにもなりますけど、はい、あえてこうやって持ち、はい、うん、いいよね。そうで、うん、あのさっき高松ちゃん羽織ってた、うん、ティーラベントの、うん、こう、ポンチョで、うん、
コート着にくかったりもするんで、うん、そういう時にはやっぱりこういうケープっていうかポンチョっていうか、うん、それがちょうどいいかなって、うん、さっきの高松ちゃんにはね、その格好でお外出たらね、両親心配するよ、俺も心配とか言ったんだけど、クマだったら、あ、いいよ、そうそうそう、多分私、これで真冬平気だよみたいな、大丈夫、風が強くなければ、そう でなおかつそれに帽子をかぶりたかったりして、うん、黒がちょっとなくて、うん、なかったんで、でも茶色でもいい、うん、茶色でもう全部黒にしたかったです、うん、ここ以外は、うん、そうだよね、なんかこういう感じで、うん、あの繰り出したかったな、エキゾチックよ、でなんかちょっといい組み合わせかなと思いまして、うんうん、あの1号店でちょっとディスプレイしてたのを、うん、そのままちょっと着てみました、うん、なかった、うん、で、まあ、さっきも言ってたここがブルーフォックスのファーになっていて、うん、ここが一応手通せるようになってるんですけど、はい、カシミヤのニットになってる。おお、クマちゃん似合う。クマちゃんすごくいいってね。嬉しい。いや、すごいね、似合ってるよ。なんかブーツがまた、うん、あのこの、うん、ね、ちょっとごつめのブーツなのもちょっとポイントでいいかな、うん、インして履いても全然ストレスないですし、うんうんうん、なんかこの感じがなんかちょっとピンってきた、うん、コーディネートです、うんうん、はい、銀河鉄道39のね、タクローのじゃない、メーテルがタクローファッションにしてる感じね。そうですか、うん、はい、イメージが湧きにくかったけど、はい、うん、はい、あんまりマニアしか分かんないな。こっときは分かることは、うん、分かるような分かんないような、分かんない、そうか、そうでしたか、そしてメーテルはほら 5,6 年前イメージ追っかけて作ってたからね、こういうこと、ああそうですよね、はいはい、そしたらお値段です。あ、帽子9,900円、うん、はい、ウール100です。かっこいい、でもかっこいい、クマも帽子似合うよ。ああ、ありがとうございます、よかったです、うん、ね、うん、で、あのティーラーベントのフォックスファーのケープがかっこいい、クマちゃんいいってね、いいですよね、いや、ほんとかっこいいよ、何か開花したかな、うん、開花してる、とっくにで、あの107,800円です、はい、で、セミクチュールのかわいいんですよ、うん、これ、うん、ダルメシアン柄のニットが41,800円、はい、で、このシャイニーなこのパツパツのパンツが15,400円、はい、で、あのビソナのミニムートンバッグ、うん、もう本当に羊側牛側のコラボレーション37,400円、そして足元のガッツリ、足元のガッツリブーツが、うん、牛側で、はい、33,000円、はい、これなんかお得な感じがします、ね、いいね、はい、うん、あのちょっとこのハードさがよくあるよね、バランスが、この重さ具合が、うん、そう、なんか華奢じゃない感じで仕上げたのが、うん、ね、ちょっと良かったかなと思って、うん、そう思います、なんか面白いコーディネートでテンション上がりました、うん、すごく素敵だよ、いいですよね、うん、ちょっと普段のクマの、ライブのコーディネートと、あ、そう、ゆるっとした感じとちょっと、うん、まあゆるっとしてますけどちょっと違いますね、うんうん、かっこいい、はい、というわけで、はい、ご提してみました、はい、はい、ありがとうございます、はい、高松ちゃんはドレスなブラウスを連発ですね、はい、今日はブラウス尽くしで行こうと思っております、うん、はい、この後もブラウスが、はい、続きます、いいじゃないですか、うん、はい、このブラウスすごい綺麗ですよね、はい、この生地が本当に、なんていうのかな、うん、この、 あのとろみ感は見てももちろん伝わると思うんですけれども、うん、はい、なんかこう しっとりするような感じで、すごいこう、はい、肌に吸い付くような、うん、静電気とかじゃないですよ、すごいすごいいい生地なんですよ、うん、本当に着心地が本当に良くて、うん、何よりこの色ブルーグレーなんですけど、うん、ちょっとなかなかお目にかかれない、はい、すごい綺麗な、うんうんうん、なんていうんですかねすごい本当綺麗な色なんですよ、ね、なんとも説明しがたい色です、うん、いつも言ってるんだけど、あの照り感がすごくあるのと、はい、テカテカしてないのね、そうですね、うん、あの生地に沈んだ感じの綺麗な光沢なんですね、はい、そうですね、うん、そうですよね、本当にあの嫌な光沢ではなくて、うん、本当にこうもう落とし込まれてる、そうそうそう、綺麗なツヤっていうか、うん、ちょっと本当に生地が一級品っていう感じです、はい、これね、悔しいことにね、ティーラベントなんだけど、はい、うちのオリジナルでやって、はい、このデザインやってもらって、はい、うちも相変わらずやってるんだけど、はいはい、今やすっかりティーラベント自分とこのね作品にしちゃってあのどんどん継続でやってて、で
ちょ文句は言わないんだけどね、はいはい、やってもらったっていうところあるのもともとね。ああなんかティラメンって取られちゃったうちのブラウスとかそんな話でね、先日の展示会もねブツブツ言わないんだけど、ブツブツ言ってきたこの綺麗さだったらまあ気持ちはわかるね、うんうん、すごい売れ続けてるっていう当たり前じゃないですかいや本当にもう売れて当然みたいな、うんうん、もう誰もが手に取りたくなるような、うん、本当に綺麗なブラウス、はいはい、そうですね。それをどうやって着るのかな、はい、おお、今回はタイは流してるんですね。あ、はい、ちょっと、はい、ちょっと雰囲気を変えてさっきは大事ですね、はい、お、綺麗にブルーを合わせた。ブルー合わせですね。綺麗。あのお色ちょっとトーンの違うブルーなんですけど、うんうん、こっちは割とあのペールと明るめの水色っていう感じで、うん、中はこうくすみがかったグレーの入ったブルーなんですけど、うん、これがすごいよく合うんですよね、うん、着るとあるある、すごい綺麗。ちょっと水色合わせ、うん、ブルー合わせで、うん、かっこいいじゃない。レースアップのブラウンに合わせて、ブラウンがまたこう締めてくれますよね、うん、締めます締めます。これちょっと淡い色を使って、うん、こう白いパンツでブルーとあの白っていうすごい綺麗な合わせですけど、それをブラウンのレースアップのブーツがすごい締め、はい、キュッと締めてくれます、うん、そのブラウスにカジュアルなダウンパンツを選んだ意図は、これダウンパンツではないんですね。裏肝のテーパード、はい、なのであのパンツに厚みが出ない感じがいいよねって言ってこちらをね、はい、選ばせてもらったっていう次第です。センタープレスが入った、はい、あの裏肝のテーパードです、はい、パンツもすごいラインが綺麗で、うん、かっこいいですよ、はい、とにかくあったかいのと、はい、あったかいです、うん、全体のねあのバランスを見た時にこの細い感じであの裾にちょっと折り返しがあるのでパンツがスッと流れないで、そこでもう一回ポイントになるかなと、うん、そういう感じですね。そうですね、はい、ブラウスは着流すっていう感じなので、うん、パンツが流れすぎないような感じに、はいはい、ダウンパンツだとね少しこう若干あの厚みが出るので、うん、もうちょっとこうスキニーっていうか感じなであったかい、はい、そういう紐を選んだっていう次第ですね。ちょっとスッとしたような、はい、うん、そんな感じで、それだけかな。首元寒いんじゃないほとんど意地悪なおじさんの会話みたいな。じゃあというわけでそれだけかな。ちょっと寒くないかありがとうございます。あ、そうだよね、はい、うん、これ必要ですよね。あ、いいじゃん、いいじゃ ん, いいじゃん。なんかちょっと一気に掘りでいける、うん、心をしかもね包んでくれるよね、はい、ホットなその素材感と色が、はい、優しい色が、なんかほっこりしますよね、この、はい、この大きなチェックと、うん、色味といいよね、これね。もうそのまんまで、はい、あのアンサンブルしてるね、はい、もうこのふんわりとした質感と、うんうん、本当に本当に可愛いです、うん、これなんか高間ちゃんの部分で言うとあれだね、オーケストラがあの綺麗にシンフォニー、あ、そうですね、本当に綺麗な調和、本当綺麗なハーモニーです。そう、調和してね、はい、いい今演奏ができてる感じですね。もうそれぞれのアイテム本当に綺麗な、うん、本当にそう、うん、綺麗なハーモニーです、うん、はい、調和そのものが完全調和ですね、完全調和です、ね、和です。あ、いいじゃない、だって顔がもうそれで幸せそう、ほっこりしてるほっこりね、あのこのストールを巻くと本当にほっこりした気持ちになりますね、うんうん、はい、この本当色柄とこの質感、うんうん、包まれちゃうよね、包まれます本当に、はい、その裂いてる部分っていうのはその素材感もあるんだけれどやっぱり色合いがマレーラマレーラだから ね、 うね、もうこれは全部今 の、 う、ね、あのコーディネートじゃないけど、うん、ハーモニーしっかり合わせてますね、はい、もうコートとマフラーのお色味がもうバッチリです、うん、綺麗に、もうなんかそう演奏の最後に全てがピタッって収まるね、そんな感じですね、はいはい、でその後大拍手で終わいい感じだね、完全終始です、はい、高松ちゃんにこの色もよく似合うね、割といつもほら引き締まった毛の黒とかかっこよく着てるじゃない、はい、あんまりそうですね、ペールっていうかあの少し淡い感じは、うん、あんまり日常見ないんだけど、はい、あ、結構ビビッドな感じとか、そうなんかあんまりイタリアンだから、俺イタリアンだけど
こういう色意外といけますかね。あんまり似合わないかなと自分では思って、うんうんうん、あんまりチョイスしないんですけど、うん、でもやっぱり見ると綺麗だなって思い、すごい、うんうん、気分が明るくなるんですね、うん、とても良い感じよ。では、はい、お値段発表します、はい、いいね、すごくいい、はい、こちらの、裏起毛のペーパードパンツ、はい、こちらが15,400円、はい、そして中に来た、ブルーグレーの、うん、ティーラベントのブラウス、うん、こちらが31,900円、うん、そしてマレーラのこちらの水色の綺麗なコート、うん、こちらが141,900円、はい、そしてこちらのマフラー、はい、こちらが29,000円、はい、はい、いいね、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。あら、なんかいい感じね。はい、これでも買っていくらチャラチャラと、ついでに顔にタトゥーでも入れてくる。そうですね。ポインセチアの赤いタトゥーとかなんかね。ポインセチアの、はい、クリスマス仕様で、はい、はい、じゃあ最後になんとなくそれっぽい感じ、うん、なんとなく、でもさっきも良かったし、はい、はい、めいめい J の、うん、ワンピースです、うん、なんか本当最近でもお出かけの方が多いので、うんうん、なんかいろんな発表会行くとか、うん、コンサート見に行くとか、うん、あの同窓会とか忘年会もそうなんですけど、うんうん、そういう時になんかあのこう基本的にだってジャージって言ったらあれですけど、うんうんうん、そういう素材なので、いいジャージ素材なので、うん、あのすごく着やすくて、うん、おしゃれで、うん、華やかさもあって、はい、でもなんかかしこまりすぎない、はい、そういう部分でもこのめいめい J のワンピースは、うんうん、素敵かなって思います、うんうん、高松ちゃん、やっと目が慣れてきました。ショートがスタイリングに磨きをかけて素敵。 ありがとうございます。ね、すごくいいよね。びっくりしますよね、うん、ちょっとかなり思い切って切っちゃったので。いやいや、もうその潔さね、高松ちゃんらしい。いや、もうなんかついなんか何があったって聞いちゃったんですけど、すごい心配されました、ね、すごい心配したんですけど、俺容量見てそっちの心配しなかった。何がそっちなの。何日か前に腸炎になってたから、そうか、すごい心配したんですけど、腸炎クソくらえみたいな。そう、でもなんか単純に、うん、なんとなく、うん、空いた時間に切ろうと思ったとか、もうそういうなんかシンプルな、うん、すごいシンプルな理由で、うんうん、さすがって思いました。うん、初めて行った美容院で、すごいすごい。今切りたいって思って、うん、その辺の美容院検索して、うん、飛び込みで、うん、切ったの行ってきたらしい。すごいですよね。この長さを切るの。男前。男前。かっけーぞ。本当に、はい。でもまた似合う感じとか変わるのでね。すごいかっこよくなりますよね、うん、出雲大社の巫女さんが切ってきた時もびっくりしたけどね。私そう、はいはい、あのそうですね、見慣れ1日ぐらいかかって見慣れます。はい、そんな感じです。 でもすあの昨日言ったんだけど、女の人ってある意味では本当にいいよねって、一気に気分も変えられるし、自分のなんて言うんだろう、自分そのものをなんかこう全く違えられるじゃん。まあ、そうですね。でもバッサリ、うん、衝動的にバッサリは変えすぎで、うん、びっくりしたけど、でもすごいいい感じです、うん、そうそう、はい、すごい本当に、はい、あ、で何でもつけてやいいって感じでいいね。そうそうそう、気分を変えて、はいはい、何でもつけてみるみたいな。つけてみたい、本当です。そのぐらいの方がいいね、はい、盛り上がる。結構あのここのお花のモチーフが割としっかり主張しているので、はい、ネックレスも、うん、あのもうジャラジャラさせました、うんうん、感性で動かれる高松ちゃん素敵って。本当ですよね、本当に、うんうん、まさにそういう感じなんだなって思って。おいおい、ほら、親しいから言わせてもらうけど、ひどくないみたいな。中島さんも伸ばしてみたらだって。どういうこと。気分を変えて。完全になっちゃうじゃんね。完全になりますね。やばいよね。ねやばすぎ。ちょっとね。うん。万年にしちゃう。やばいね。ちょっと止めたいかもしれない。うん、気持ち悪い。何人かいるけどね、メジロね。やばい人。ちょっと万年、中島さんの万年、ちょっと、そういうの想像しちゃいましたけど。そしたら私、痩せるわ。
あ、本当ですか。万年でこうやって見せるんじゃなくて、うん、笑わないで、そこで笑うかみたいなね。本当に、うん、本当、やばい、うん、万年か、悪くないな、悪いわ。あ、そうか、失礼しました。はい、はい、はい、そんな感じです。はい、はい、なので、うん、まあ、これで、まあ、あの本当に最近本当出かけに行かれる方が多くなられてるので、うん、増えた、増えた、うん、しかも何ちゅうことだ、 YKさんに座布団100枚だったよ。100枚、うん、もう早々は下がんないですよ、100枚いったらだなぁ、はい、やめてってねえ、普通の叫びまで、うん、俺がかわいそうって感じじゃないね。あ、じゃないです。あ、そう、やめてみたいな。あ、そうか。こっちがかわいそうみたいな。あ、いや、負けた。やめて。はい。はい、俺には大丈夫ですみたいなね。はい。はい。はい。そんな感じで。カミングアウトしてみちゃう、この口。とうとうやばい、あの人は。やっぱりそうじゃないかと思ってたけど、とうとう完璧に。実はね。うん、やってきた。ちょっと。フリっぽくしてたけど、うんうん、やっぱり我慢してたの、ね、我慢してたので、うんうん、苦しませちゃった。服も全部お店の服を着るようになったし、ね、我慢してたのね、うん、しかもなんかミニスカートタイトスカートずっとね押してたから自分が、ま、率先してやってるとかやばいやばい。あ、はい、はい、これいいね。そのノリで、うん、そのワンピー、そのノリで、なんか着たい感じ、うん、もしかして、着れる、着れるか、うん、着れる、大変問わずね、相当膨らんでますって、膨らませんな、膨らませない方がいいと思います。やばいね、こういう時にまたしみじみとあの言葉に変えるの。長生きしなきゃね、みんながこうやっていじってくれるだけでも幸せだよね。本当です。はい。いつかカミングアウトできる日のために長生きしないと。はい、はい、まあじゃあそんな感じ。はい、そんな感じって、はい、です。で、まあ、これにあの、うん、羽織るものということで、はい、どこだ、やっぱりこのショート丈のマレーラのジャ、ショートコートになります、うん、はい、この季節になるとメイメイデーの青が一層映えますね。本当ですよね。ここで一服って感じだね、このコメント。なんかあのこういう色って本当に華やかだし、うん、すごく高貴な感じの色なので、うんうん、ね、うん、どこに行かれても華やぐと思います。平安時代からあの紫は高貴な色とされてるからね。あ、そうですよね、うん、真面目に、はい、だいたい皇族とかさ、うん、あの土地系の方たちみんな平安の時代から着物とか紫が多い、はい、あ、そうですよね、はいはい、またこのね青紫っていうのがすごく、うん、あの肌の色も綺麗に見えるので、はい、すごくいいと思います、はい、で、まあ、ポッケを生かして、はい、こちらのマレーラのショートコートにしました、うんうんうん、ロングだったらもうすっぽり隠れる感じがいいかなと思うんですけど、まあ、今回はちょっと軽やかな感じにします、うんうん、やっぱり洗練されたかビシビシすごい、なんかこんな感じでお出かけに来られたちょっとね、うんうんうん、でもおしゃれな方ですね、うん、そこまで気利くんだったらやっぱり黒の帽子用意しとくよね。1号店にあるのにね。じゃあグレーで、はい、すみませんけど、あらかっこいい、かっこいいですね、うん、なんか歌番組がある頃さ、はい、はい、じゃあ次はいよいよ今週の第1位もっこ望月さんどうぞって言って出てくる感じ。あ、ねえ、うん、そんな感じ。1位でいいんですか。1位だよ、本当今週の1位で、うん、ありがとうございます、はい、松任谷由実さんを抜いて今週の第1位です。1位で、うん、本当ですか、うん、あ、出た出た、もういいよそれ。はい、はい、まあ、こんな感じであのちょっとこうなんていうのかな、おとなしい感じでもなく、うんうんうん、かといって硬、ね、うん、い感じでもない、うん、この感じ、着こなしの感じ、すごいおしゃれかなと、うん、ちょっとエレガントなワンピースをね思いっきり崩してるわけじゃないんだけど、バランスをちょっと崩した感じ
感じのコーディネートがめっちゃかっこいい、めっちゃかっこいいですよね、うん、すごいこの、うん、あの感じすっごいいいと思います、うん、ちょっと高度なテクニックよ、本当ですよね、はい、いつもファッションバランスバランスって言うんだけど、うん、このバランスを崩した感じのバランスがスーパー A、 すっごいこの合わせおしゃれだなと思いますね、うんうんうん、かっこいいです、うん、ね、すごいかっこいいですよね、はい、それもたまたま手伸ばして羽織っただけでしょ、目つぶって、うん、こんな感じになります、うん、めっちゃかっこいいです、はい、ちょっとなんか弾けてるし、うんうん、ただポイントはそのね、しつこいぐらいのじゃら付けよね、はい、それがないとペタってしちゃうからね、うん、そこにストールを巻くっていう感じでもちょっとテンション上がんないし、うんうん、この場合は そこで温かさをむしろ作ろうという、じゃら付けも10本ぐらい重ねて使うことによってここに厚みが出るのと、実際温かくはないんだけど温かさを感じる、うん、コーディネートとして ね、 ねそれが大事かな、はい、はい、なんかこの感じすっごくかっこいいと思います、うんうん、お集まりで間違いなくおしゃれな人って目を引くわってね、本当ですよね、なんかどちらもさりげなく着てるだけなんですけど、うん、すっごいおしゃれな感じだと思います、うん、カチッとしたジャケットでもなく、うん、この力みのない雰囲気がいいですね、うん、春先まで着れそうで気になっているワンピースです、サイズは一つですか、ヨピピアノさんはこれジャストじゃない、これサイズ的にいいと思うんですけど、ね、これまだかお金あるあるよ、40あったら40ですよね、これ38、38、あ、じゃあ40、あ、うん、こちらとこちらのワンサイズ上があります、うん、ワンピースのデザイン、ノースリーブの時から好きです、ありがとうございます、ヨッピピアノさん、はい、サイズのワンサイズ上が、ね、40が十ヶ丘にあります、はい、これいいよね、ずっとね、すごくいい、うん、どんな時でも着ていただけるし、本当になんかラフに着ても全然おかしくない服なので、うんうんうん、すっごくおすすめです、そうだ、これノースリーブもやってたもんね、夏に、夏に、ね、はい、フリンジみたいな感じで、うんうん、そうですね、時から気になっていただいてたので、うん、はい、これは素材的にジャージなので春先っていうか4月ぐらいまで全然平気ですね、そうですね、むしろ3月ぐらいは一番着るかもしれない、うん、本当に着やすいですし、うん、で生地が厚すぎず薄くなく、うん、ちょうどいい生地感なので、うん、全然もたつかないです、うん、この感じだとあれだけど、もう一回コート着てみて、俺今イメージついちゃったんだけど、あんまり生き方とかは好きではないんだけど、万代一族さんが若い時にこんな感じのねファッションとかきっと似合っただろうなって、よくあの人ハットはかぶってるじゃん、そうですね、うん、あの方ハットかっこいいですよ、ね、うん、あの人おしゃれだと思うのよ、うん、こんな感じで、うん、いや、この合わせ本当にかっこいいです、そうそう、はい、ね、ちょっとバランスを崩したスーパーバランスの良さ、いや本当に、うん、ね、かっこいい、本当にかっこいいです、うん、はい、こんな感じになります、うん、はい、ではお値段を申し上げます、はい、こちらのメイメイ J のワンピースが56,000円、はい、マレーラのショートコートが97,900円になります、あ、最初に着た白のジャケットも着てほしいって、あれ、あ、はい、うん、送ってって言われて、こっちリバーシブルのね、襟は広げなくていいと思う、うん、その方がいい、そのまんまがいい、かっこいい、かっこいい、完璧です、いきます、はい、いいですね、はい、うん、すごくさすがです、はい、いや、もうぴったりだと思います、うん、これはもう分量から何から完璧です、うん、バランスが崩れないバランスの良さ、うん、よかよになります、うん、激よかです、激よか、はい、うん、ぴったり、バッチリです、はい、さすがですって。
さすがです、はいはい、バッチリです、はい、そんな感じでお値段になりましたね、はいはいうんはい、じゃあ次いきます、はいはい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。いやいいよ、クマどうしたって、大丈夫です履いてますって言われた。あ、そうそう、あのなんか今年やたらちょっと短いのが履きたくて、うんうん、ちょっとあの買ったんですよ、うん、あのよそでね、探してきましたね、よそで探してきました、うん、で、あの短いデニムで、ここの茶色を見せたくて、うん、タイツの、はい、はい、でやっぱこのブーツを買ったからっていうのがありますね、うん、ね、でこの色を履くの初めてだし、うん、私普段履くとこの辺からしか見えないからちょっともったいないなと思って、うんはい、で あえてすごい短いスカート買ってみようと思って、うんうん、そう、いや今日最初見てびっくりした、おい、カズラどうした、ね、それ、うん、やばくね、そう、そしたら、うん、あのここのところが、うん、あの中にデニムのパンツになってるんで、うんはい、あの見えませんよって言われて、あ、じゃあ買いますって言って買ってきたっていう話があって、うんうん、でなんかあのみんなでこうクリスマス集まって楽しく過ごす的なイメージで、このざっくりしたあのこのオフタートルのニットで、ここにちょっとボタンの飾りがついてたりとかして、でこのリブの感じも楽しいですし、なんかそう外で雪とか降ってるといいよね、こういうニットはね、そうですね、スキー場とかさ、楽しくなるような、このちょっとざっくり具合と、うん、このぽってり具合と、うん、でもあのすごい厚手ってわけでもないので、うん、なんかそのバランスの感じがいいなって、うんうん、なんかちょっとこういうところとかこういうところとか編み地を変えていいんだよね、これに白のニット帽をかぶって私をスキーに連れてきてもうそんな感じですよね、うん、そうで今年は雪いっぱい積もってるよみたいなね、うん、であのクリスマスだから、うん、あの赤使いたくて、うん、でマレーラの一枚仕立ての羊毛 100% のコート、はいうん、ちょっと贅沢に来たんですね、そう、あのこういう普通の格好に着るから素敵かなと思って、うん、大賛成、そうこの感じでちょっと着てみたら楽しいかな、うん、もう色が映えますもんね、すごいよね、そのショートコートに丈がバッチリ合う攻めてます、攻めてる、攻めてますけど皆さん安心くださいね、さあ見えないようにそうそうお目汚ししないようになってます、はいはい、で赤いバッグ持ってなんかこういう感じで、うん、あの遊びに行きたいなっていうふうにちょっと思って、うん、あのこういうコーディネートにしてみました、うん、でこれはちょベルトついてますし、はい、後ろはこういうふうになってますけれど、うん、ベルトはしなくてもいいかなの感じもありますが、止めるとこんな感じになるっていうのをお見せしとく、ちょっとテンションの上がる、うん、あの肌触りっていうか手触りの羊毛100ですね、うんうん、いい生地だものね、うん、こんな感じかな、うん、ポケットとかはないこの無造作な感じがいいです、うん、あとあれか袖だな、ここがちょっとたっぷりしてる、うん、ポイントですね、はい、ポイントになってます、うん、はい、よかよ、うん、これで2杯のブーツ履いたらちょっとやばいけどね、え逆に、うん、こういう感じでオーソドックスに落とし込んでるからいいんじゃない？なんかあのカジュアルな感じで、うん、普通のでもなんか一点豪華主義というでなんかこの感じがちょっといいかなと思って着てみました、うんうん、ニットだってなかなかいいよ、さニットもね、うん、楽しい感じです、うん、バッグもいいから白はいいですよ、ね、やっぱりニットも白、うんもうそうだ、曽我さん見てるんだね、あ、そうそうそう、今日ね、今日履いてきてたから、うん、なるほど、まさかのコートとの丈があってかっこいいって、そう、でも私が今年買ったあのピーコート、うん、あれなの、うん、あれはもうこれがずっぽり隠れるぐらいなので、うんうん、何も履いてないみたいで面白いです、うん、そう、やばいそうだんだんクマも壊れてきました、いいね、うん、ではなんか開けてきた時に、うん、コートより若干短いこのスカートがちょっと気に入ってますね、うんうん、ちょっといっぱい履くと思います、はい
はい、そしたらお値段です、はい、マレーラ羊毛 100% の1枚仕立てのコートが、はい、129,800円、はい、で中に来たこの柄のタートルネックのニットが15,180円、はい、であの B プライムのバッグが28,600円、はいはいはい、で牛革の焦げ茶色の、うん、ロングブーツが36,300円になっております。せめせめくまちゃん潔くて素敵でも知らないと町民にドキドキしますねって。私朝びっくりしましたもん。ちょっと待ってどこそれパンツかって、パンツじゃないスカートですっ て、 って、うん、やばくねって、大丈夫履いてますって、履いてますか、ついてます、ついてますこんな感じです。はい、はい、楽しいコーディネートになります。はい、ありがとうございます。おお、ロングタイト似合うね。ロングタイト好きですね。うん、バッチリですよ。ホリデー気分さらに上げていく感じで、うんうん、最後にちょっといいね。なんかなんだっけ、なんとかクラブに、コットンクラブに、映画コットンクラブの女性みたいね。知らないな、見てないな。はい、失礼しました。はい、はい、このボルドーカラーっていうんですかね、うんうん、結構ブラウン強めの、ね、うん、ちょっと赤みがかったサテンのすっごい綺麗なシャツ、解、うん、禁のシャツが、うん、もうすごい、これすごい好きなんですよ、うん、私すごい綺麗だなと思って、綺麗綺麗、本当綺麗、ちょっとこう色っぽい感じが、うん、しますよね、このとろみのあるサテン、うんうん、でですね、うん、これが、あの、はい、あ、ごめんなさい、はい、そもそもネックレスがまたよく合う、これよく合いますよね。こう、あの単品で見ると、うん、あのピンクパールっていう感じなんですけど、フェイクのもちろん、あのすごいこのボルドーと色の相性がいいんですよ、うん、そう、あ、すごい水木の M だ。わざわざ入れてもらったんだよね、水木の M をね、イニシャル、はい、はい、で、あ、そう、やっぱり同じマレーラだから、うん、マレーラのブラウスにマレーラのネックレスなんですけど、うん、すごい色の相性がいいですよね、はい、あいやー高松ちゃん決まりすぎ、あ、ありがとうございます。おー、いいね、ブラウス好きです、よくお似合いです、ありがとうございます、うん、それにこのロングタイトが、はい、まあ、このロングタイトがヒップとかバーンってしてるから、このロングタイトが非常に生き生きしてるね、こちらメイメイジーンのスカートです、うん、それでですね、これ丈とかもすっごい綺麗なんですけど、うん、あの何よりかっこいいのは後ろ姿でして、うん、こう結構深めにスリットが入るんですよ、うん、そうそう、うん、これが本当に綺麗だと思いますか、うん、皆様、これスリットがいいですよね、かっこいい、ブラウスのツヤ感、胸の開け方、そしてネックレスがすごくいい、ありがとうございます、ですよね、これ、ありがとうございます、いよいよ高松ちゃん、あの、あその子開き OK ですね、ボタン第3ボタン、そう、第3ボタンまでいっちゃいますよって、はい、その鍵っていうのを、はい、開けられるところまで開けないと、はい、あ、そうですね、その子さんはもう下まで全部開けられるそうだからおっと待ったって言うんだけどねはい、で、メイメイジェイのスカートに合わせて、はい、メイメイジェイのボレロをちょっと羽織ってみたいと思います、うん、このちょっとあのフェザー調の質感というか、うん、これもすごい華やかで、うん、ちょっとパーティー向きっていうか、うん、あのホリデーシーズンにぴったりですよね、うん、これ、うん、あのヘアスタイルというね、本当に今コットンクラブとか言ったんだけど、はい、もっと分かりやすく言うとギャッツビーの世界で、あ、カレーのギャッツビーのね、そうですね、そう、こんな感じになります。あ、いいじゃない、ここでポイントはやっぱりそのネックレス、水木オリジナルこのネックレスが効いてるわ、効いてますね、ボレロともすっごく相性、うん、そうだ、いっぱい M がこうイニシャルで重なる人っていっぱいいらっしゃるから、うちお客様も、まあ、M はそうですね、うんうん、あとうちのね、あのモッコの M でしょ水木の M でしょ、あと誰だ、あ、ミヤベ、その子の女王の M でしょ、私入ってない、入ってないねクマ、うん、あといなくなっちゃったけど松井さんとかね、うん、M 多いんだよね、うちね、うん、非常に良いよ、水木、しかも M、はい、アピスって M OK です、はい、はい、で、ちょっとコートも
いいね、みんな壊れてきてウキウキって、いやーその胸のまで完璧って ありがとうございます、うん、第3ボタンまでほら外して, 外してナチュラルで切るって、でも本当によく似合ってる、はい、品性は1ミリも崩れてないからね、うん、やっぱこのボレロの丈感と、うん、こうキュッとウエストを締めて、うん、ロングを履くっていうのが、うんはい、すごい綺麗に決まりますよね、うん、本当に完璧ですよねこれね、うん、この感じすごくいい。宮部さんがディスプレイしてたのをほとんどそのまま着てるんですけど、うんうん、あそうだよね、はいはい、すごいかっこいい、うんうん、その子って感じするもんその子着たらあとボタン3つ外すけどね下まで、そう下着もつけないとか言ってね全部ですね、うん、それは平気平気と俺が言う話じゃないか、はい、素肌にネックレスすれば大丈夫みたいな、そう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 、うん、全然平気ってなんだったらネックレスもいらないとか言ってねでもすごく良い、うん、また髪短くした感じにこの雰囲気がすごい、ね、背の高さも相まって素敵って本当そう思う、羨ましいって、うん、ありがとうございます、まさにそのねこれの言う映画の一シーン、うん、嬉しい、ありがとうございます、うん、かっこいい、かっこいいね、問答無用だよ、はい、うん、これはまた、これまた私がすごい好きな、うんうん、超ロングコートです、うん、よい、全て隠れる、全て隠れるね、でスカートは後ろが開いていて、うん、コートはサイドが開いていて、うん、高松ちゃん、そちらのボレロ以前からお似合いですって、 ありがとうございます、ね、前もそう、前もそうライブでちょっと着させてもらったことがあります、うんうん、と言ってまた今日締めにそのハットをかぶってみましょう、ちょっとこれにブラウンっていうのもまた綺麗かな、うん、うんうん、ブラウンも綺麗だよ、ほら、おお。何者ね、いや素敵だよ、うわかっこいい、ありがとうございます、こうなるとやっぱりこう全体に外国人の雰囲気になってくるからね、ちょっとこれは高松ちゃんのねいい意味のファッションアドバンテージで生かして、うん、かっこよくいきましょう、はい、めっちゃいいね、はい、ではね、そのコートは高松ちゃんの身長が合いますね、ありがとうございます、完璧、完璧、ありがとうございます、めっちゃ完璧、ありがとうございます、うん、あいいね、中のもうなんか今度は寒さを感じないね、こういう着こなしだとやっぱりそのアクセサリーも、うん、水着アクセサリーも効いてるんだけど、はいはい、あのここはあの空いてても寒さ感じないですね、そうそう、これは全体のね、うん、コーディネートの妙だと思うんだけれど、はいはいはい、これで、まあ、巻いたら余計実際的な暖かさは取れるんだけど、うんうん、見た時にひんやり感とかそういうのがあまりしない、うん、ちょっとここなんとかした方がいいのになっていうのがなくて、あこれもまでいいじゃん、うん、それは持ってるうちなるエネルギーもひっくるめて表面に出てるんだと思う、いい言葉だまた言葉に自分で言ったら自分褒めてるし、そうそうそう超ロングコート着こなしてる、かっこいい、グッドです、決まった、ありがとうございます、いやマジで決まった、ありがとうございます、決まったって感じです、ありがとうございます、うん、はい、では、うん、お姉さんもいいんだよ、かっこいいよ、ありがとうございます、うん、発表します、はい、メイメイ J のこちらのロングのタイトスカート、これ私物か、それかっこいい、これ私物です、うん、はい、スカートが、29,700円、はい、はい、でメイメイジーの中に来たボレロ、はい、こちらが 39,600円、はい、そしてマレーラのネックレスが、うん、25,300円、はい、でマレーラの超ロングコートが 137,500円、うん、かっこいい、ブラウスの値段が少々お待ちください、うん、これがネックレス、ああお待ちください、うん、ねえ、ほんと超ロングコートが普通にバッチリ来ます、うん、すごいね、チャリー感じで、うんうん、お待たせいたしました、はい、ブラウスのお値段が 38,500円でございます、はい、ありがとうございます、はい、うん、すごく良かったです、ありがとうございます、はい、
なんか三者三様。全然。うん。あ、ごめんなさい。はい。竹が階段になってる。だんだんだ。はい。はい、今日もご覧いただきましてありがとうございました。ありがとうございます。クリスマスのご参考になる。あんまりなんないと思います。なんない。来たか来たか。全くなんないと思います。でも楽しんでいただけたかなと思います。はいはい、ぜひあの、はい、ご試着などしてください、はいはい、明日の7時から、うん、新子の部屋、うん、自由が丘のライブになります。大丈夫？やります。お、はい、分かった。お願いします。はい、はいはい、土曜日のライブは、うん、ごめんなさい、年内最後になります。あ、うんうん、待って君やってもいい。来週はね、もう30日だから。もう30日だ。早いんだよ、うん、もう年末だ、うん、なんとなくクリスマス気分味わいましたよ。優しい。ありがとうございます。優しさね。はい、ありがとう。クリスマスコーデ参考になりましたって。よかったです。ありがとうございます。もう明日明後日気持ちをかぶせてくれる、なんか皆さんからの贈り物って感じだね。クリスマスのいただき物、皆さんのコメントいただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。また日々日々精進していきたいと思います。楽しく参考になりましたって。よかったです。いやいや、もう戸釜さんに至ってはもうね、突き抜けちゃってるからね、物足りないかもしれませんけどね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。いきます。はい、 This is the fashion。 ありがとうございました。意外にこの可愛さまでは許せるね。可愛さまでは許せる。それ全然褒めてないですよ。いやいや、なんか NJ はあんまりならない。そうそう、うん、あ、皆さんクリスマスもお仕事ファイト、ありがとうございます。はい、きまま猫さん、いつもありがとうございます。ありがとうございます。あ、この間、昨日いらしていただきました、きまま猫さん。あ、本当？はい、うん、あの、十ヶ丘とか、うん、ね、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。良かったです、はい、ありがとうございます、うん、では失礼いたします、うん、もう不思議、君にそういうワンピが合う。